高山寺は大阪で製造会社を営んでいた実業家の高山寺光三が母親の死後、母への感謝の意を込めて自ら漱石に入り、菩提寺として昭和10年より生涯をかけて建立しました。日本を代表する古建築を手本としながらも、実用性、機能性を重視し、大胆かつ独創的な改造改良が加えられ、15棟の建造物が国登録有形文化財の指定を受けています。こちらの調整閣は高山寺建立の原点ともいうべき建造物で、書院造りを主とした日本住宅と西洋風住宅である洋館とを複合させた大邸宅。光三がまだ大阪で会社を営み成功を収めていた時、故郷瀬戸田に住んでいた母の老後を慰めるために建築したものです。随所に光三独自の発想による書院造りの新機軸ともいえる格調高い意匠を見ることができ、また来客を迎える大広間よりも老人室をはるかに豪華に作っていることや、仏間を通例よりはるかに大きく独立しているかのように設けていることは、光三の母への強い思いが顕著に現れたものです。この調整閣を飾るための備品や寺院建立に関わる美術品が博物館蔵品の元となりました。17点の重要文化財及び39点の重要美術品を含む総数2000点を超える収蔵内容となっています。また高山寺博物館が芸術活動の一環として取り組んでいる未来心の丘は、世界を舞台に活躍する彫刻家クエタニ一刀が12年もの歳月をかけ、イタリア産大理石を素材に制作した大規模環境造形作品。広さ5000平方メートルにも及ぶ白い大理石の庭園は、丘にそびえ立つ大小さまざまな形をしたモニュメント、広場、道などが視界を真っ白に染め、非現実的な空間へ誘います。すべては光三の母への感謝の気持ちから生まれた高山寺。世の中のすべてのお母様にありがとうと心から手を合わせる母の寺として親しまれています。